井上聡君日本共産党の井上聡です二つの条約については賛成でありますその上で核兵器廃絶に関して10日に閉幕をした NPT の再検討会議第3回準備委員会についてお聞きいたします国際的には核兵器禁止条約に署名した国が70か国批准した国は23か国となり批准発行への動きが進んでおります 核兵器にない世の中を世界をという、まあ、大きな動きの中で NPT 再検討会議が開かれる、まあ、その第3回準備委員会でこの再検討会議に向けて、えー、勧告を出すことになっておりますが、まあ、前回一致が必要で過去出されたことはありませんで今回はサイ議長がですね前回一致の勧告を目指しましたけども、まあ、まとまらずに作業文書としての議長勧告の発出となりましたで議論の中で 当初の勧告案に対する各国の意見を反映をさせた改定案が出されました核兵器禁止条約については多くの締約国が支持し NPT を補強するものだという言及を維持しそして多くの国が議論で触れた核保有国に核軍縮を求めるクジ痛も過去の再検討会議の最終文書に合わせて補強,補強されたそういうものになりました まあこの韓国案に対して、まあ、非同盟諸国を先頭に、まあ、東南アジア、中南米、アフリカ、中東諸国など相次いで支持と歓迎を表明しましたし市民社会からも重要な成果としての歓迎の声があがりました、まあ、一方、えー、米英仏をはじめとした核保有国がまあ強く反対をし、まあ、同盟国も同調するという中で全会一致が必要な、まあ、準備軍化としての韓国にはならず、まあ、議長韓国となったわけであります。 で日本政府としては、この NPT の再検討会議準備委員会に、まあ、どういう立場で臨んで、この勧告案の発出等をめぐってどういう対応をしたのか、まずお答えいただきたいと思います小野川大臣あの。今回の会合では、我が国は NPT の維持・強化を重視する立場から、辻外務大臣政務官があ、日本が行いました、賢人会議の議論を紹介する一般討論演説を行ったほか、 NPDI メンバー国と連携した透明性や軍縮不拡散教育に関する作業文書を提出し、また軍縮不拡散教育の共同ステートメント、サイドイベントの実施などを通じて議論に積極的に参加してまいりましたこの会合では、韓国の採択には至りませんでしたが、2020年 NPT 運用検討会議の議長の指名が 今年の第四四半期に確定するなど前向きな動きも見られました。また、今後さらに議論を深めていくことが必要だという認識も共有されていたというふうに理解をしております。我が国としては核兵器ののない世界の実現に向け 家計一国と非家計一国双方の協力を得て、現実的かつ実践的な取り組みを積み重ねていくことが重要であると考えており、2020年の運用検討会議が意義ある成果につながるよう、引き続き議論に積極的に参加してまいりたいと考えております。井上聡君。あの議論のの中で多くの国々が強調したことは、 この核兵器の完全廃絶の明確な約束を再確認することをはじめ、まあ、過去の NPT 再検討会議での合意事項について交代、まあ、しない、えー、それが最低ラインだということでありましたで、まあ、一方米仏などは自らが過去賛成した合意であるにもかかわらず、まあ、その履行について盛り込むことについて、まあ、反対をするということがあったわけですね私はあの昨年11月27日のこのこ党委員会で 核兵器廃絶決議案に関連して質問をした際に外務大臣はこの NPT 再検討会議の合意文書に記載されている内容を実施していくことはすでに各国のコミットメントになっているわけなのでこれら文書は NPT 体制を支える重要な要素と考えているとこういう答弁がありましたそうであるならば、まあ、政府としてですねこの過去の合意をま保護するような対応を示す核保有国について 合意の履行を求めるという上で、今回の準備委員会とどのような働きかけをされたんでしょうか大臣今回の会合では、2000年や2010年など、過去の NPT 運用検討会議における過去の合意の取り扱いを含め、核兵器国と非核兵器国でさまざまな議論が行われました。我が国としては、過去の NPT 運用検討会議の成果文書に記載された内容を実施していくことは、 一部の核兵器国において慎重論があることは象徴しておりますけれども NPT 体制を維持・強化し核軍縮を進めていく上で重要な要素であるというふうに考えておりますこうした考えに基づきまして我が国は昨年国連総会に提出した核兵器廃絶決議において過去の NPT 運用検討会議の合意文書の履行を要請してきており 今回の準備委員会におきましても、我が国、ステートメントの中で、過去の合意文書へのコミットメントを再確認することが重要である旨、呼びかけました。井上聡君、えー。まさにですね、えー、議論の中でタイの代表はですね、えー、この過去の合意の問題、われわれが NPT を土台として維持し,てしたいならですね、これが正しい方針だと、議長勧告について述べております。 一方です、ね、準備委員会の開催中の国連本部内で米国は、えーまあ、核軍縮を妨げる安全保障環境について議論する新たな枠組みだとして、えー、核軍縮のための環境創出 CND という、まあ、新たな多国間対話枠組みを立ち上げると発表いたしましたあの昨年アメリカが示した核軍縮のための条件創出 CCND の名称を、まあ、条件創出から環境創出に変えたものでありますが 去年の質疑でもこの CCNG について聞きました、えー、核軍縮よりも条件づくりを優先をして廃絶を先送りするものではないかと指摘をした際に、えー、日本の決議案とアメリカのです、ねえー、立場が違うんだという答弁もあったわけでありますが今回アメリカも軍縮に新たな前提条件を課すものだという誤解があったために名称を変更したという説明もしております一方国連での説明会でアメリカの大使は ステップバイステップは今日の状況下で達成しがたいとして新たな枠組みを提案したということも言っているわけですね、あの核保有国からの対話の呼びかけを前向きに捉える声もある一方で、なぜ国連や NPT という既存の枠組みの外で議論するのかと、NPT の形骸化につながるんじゃないかという懸念の声も指摘をされておりますが、日本政府としてはこの新たな枠組みについてどのように評価して対応するんでしょうか。河野上大臣 米国は今回、Creating Environment for Nuclear Disarmament、CEND 核軍縮のための環境情勢と訳しましたが、この CEND イニシアチブを通じて核軍縮の進展のため現実の安全保障環境を考慮しそれに対処する必要があるという旨指摘をし2020年の NPT ・核兵器不拡散条約運用検討会議の意義ある成果に向けて 各国にこのイニシアチブに基づく取り組みへの参加を呼びかけているわけでございます。非同盟諸国の中で一部批判があることは承知をしておりますが、我が国としては核兵器国であるアメリカが厳しい安全保障環境において核軍縮を進めるための具体的措置を模索する姿勢を示したということは評価したいと思います。核兵器のない世界の実現のためには、 核兵器国と非核兵器国双方の協力を得ることが必要であって、その中で、えー、現実的かつ実践的な取り組みを積み重ねていくことが重要だと考えております。我が国としては引き続き国際的な安全保障環境の改善や国家間の信頼関係の強化を図りながら、 一歩ずつ着実に前進すべく、粘り強く努力を重ねていきたいと考えております。また我が国としては、賢人会議の議論を紹介するなどして、このアメリカのイニシアチブに貢献できると考えており。今後参加を検討していきたいと考えております。名里君。あのう、核保有国家ですね。この n. P. T. がこの間の合意を重ねて。 核軍縮の機能を強めてきたということに対するさまざまな反発がこの間あったわけでありまして、この新たな枠組みによって、この NPT を思っ払らこの不拡散の機能にとどめて、核軍縮の機能を弱めるんじゃないか、軽快化させるんじゃないかと、こういう懸念があるのは、私は過去から見ればですね、えー、一定の根拠があると思うんですね、絶対そうあってはならないと思います。で核兵器禁条約については、議長勧告に盛り込めたようにです、ね、NPT をむしろ補強するものだと。 推進する国々も行っているわけでありまして、ぜひですね、来年の NPT 再検討会議が、過去の合意をしっかり踏まえたです、ね、核兵器廃絶に前進するような会議になるように、そしてそのためにもです、ね、唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止約にも参加をして、しかるべき役割を果たすということをです、ね、これが被爆者や国民の大きな思いでありますから、そのことを改めて強く求めまして、質問を終わります。